父、ルイ十五世の訪問を受けるマダムルイーズ、マクシムル・ブーシェが、ルイーズ・マリーのフランスは、フランス王ルイ十五世と、王妃、マリー・レクザンスカの末娘。メダムと呼ばれた王女姉妹の一員で、宮廷では、マダムルイーズと呼ばれた。修道女として、生涯を終え、カトリック教会の尊者に列せられている。ルイ十五世夫妻の間に大住し、第十0嫁やめとして生まれた。 末娘であり、7番目のマダム、末のマダムなどと呼ばれていたが、1747年より、マダムルイーズと呼ばれた。3人の姉、ビクトアール、ソフィー、テレーズと共に、フォントブロー修道院に預けられて育ち、1750年に、ベルサイユ宮廷に戻った。同年、ルイ15世はルイーズを、ジャコバイト王位請求者である、チャールズ・エドワード・スチュアートに突がせようとしたが、 ルイーズは愛していない男性と結婚するくらいなら、修道院に入りたいと不幸に懇願し、この縁組に抵抗した。やがて、チャールズ・エドワードと10枚のモンバゾン公爵夫人との不倫関係が発覚すると、ルイ15世は娘をチャールズに嫁がせる計画を中止した。ルイーズは1770年4月11日の早朝に、突然、ベルサイユ宮殿を去り、 サンドニのカルメル会女子修道院に入ったことで世間を驚かせた。1771年9月12日には正式に修道所となり、サントーギュスタンのテレーズの修道名を名乗り、以後は死ぬまで修道院での経験な修道生活を続けた。1787年に内臓疾患のために50歳で亡くなり、サンドニ大聖堂の両親の棺の隣に埋葬された。墓所は 死の2年後に起きたフランス革命の最中、王家の他のメンバーの墓と共に民衆によって冒涜された。1873年に教皇ピウス休戦によって尊者に入れ捨てられた。記念日は死去した12月23日に定められている。ウィキメディアコモンズには、ルイーズ・マリエでフランスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。